TS 第1弾1番の当たりはこの選手だ。どうも、プロスピンオンリーワン芸人の大野孝です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、もうタイトルサムネにもある通り、この選手初使用でございます。ダルさんの先輩でございます。この方です。ゆうへい選手でございます。高井先輩、ありがとうございます。ゆうへいさんね、高井ゆうへいさんですよね、東北高校出身、ダルビッシュさんの2年先輩でございますね、高井さんもね甲子園出てました。僕も見てました。もうすごいピッチャーで、ゆうへいさんってピッチャーだったんですよ。そうで、まあプロ入りもねピッチャーだったんですけど、まあバッターに転向して、まあこの成績を収められたと、いうことで TS ゆうへいが出てきました。能力見ていきましょう。弾道アーチストね、でミパ同値もいけると、 BB のね79ね、称号次第でいけると。でミート A も可能ですよとですね。で走力ももうまあ平均的にね、もうどの能力も高いです。はい。でライトの守備も C あるんで問題ないよと。で捕球も52、まあまあまあ大丈夫。スローイング40どうした。で肩74なんで、まあまあいいでしょうと。で、見てください、この超広角、もうこのね超広角ついてる打者はみんな打ちやすいです。バリバリ打ちやすい。で超広角アーチちゃんとレベル5まで上げてきました。で盗塁が、まあ僕あんまりリアタリ盗塁しないんですよ。そうで、まあ機会あったら今日やってみようかなとは思うんすけど、ただね、まあ走力75なんで、そんな別にまあ微妙かなっていう感じもするんで、まあできたらやりますって感じでいきたいと思います。で打順はこんな感じですね。1番にゆうへい選手で2番一郎さんですね。こんな感じでいきたいと思います。まあ2試合ほどねやっていきたいと思います。もう絶対ホームラン打たせていただきやす、よろしくお願いします。それではいきましょう。打率が4割3人になってしまいました。はい、2試合目でございます。1試合目は負けてしまいました。まあ2試合目のピッチング、外小葉さんはまあカットで、行ってもう即雄平選手のバッティングでいきたいと思います。マイケルさんよろしくお願いします。さあ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 行こうぜ。お相手山岡投手、オッケー、超広角出てる。これよ、この雄平さんよ。ちょっと待って、縦スロー、変化量マイナス、オッケー、いいよ。変化量マイナスの縦スローってちょっといやらしいね。同じとこにストレートっていう、まあこれ配球の基本ですよね。ゆうへいさん、いいとこなしでございます。ゆうへいさん、今日いいとこなしでございます。高井先輩、はい、イチローは打っていくよね。イチローはやっぱりさすがに打っていくよね。ナイス、ナイス。イチローはやっぱ打っちゃうで、バースよね、これよね。あ、これがバースなの。レベチホームランでしょ。で、まあノリは打たないと。今日そういう日。ちょっとゆうへいさんまで回した。ゆうへいさんまで回させて。はい。それ村上、村上。誰より強くさらなる高みへ。インコース詰まりました。ここはフライヤーにすることを考えなくてはいけませんね。
オッケー。さあ高井さんまで回ってきました。超広角出てます。さあラスト決めようぜ。え、大魔女東北高校対決行こう。さあもう一郎決めて終わろう。もうしゃあないし、今日はもうしゃあないし。一郎さんの回、一郎さん、え、一郎、まずは慎重にアウトコースへ走っていきます。次が2球目、もう1球アウトローへ。審判の手は上がらない。ボールわずかに外れています。1塁間スタンでアウト、ワンアウト満塁と変わります。さあそして打席には丸が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは次ここはスライで1点ずつ返していくような意識でいいんですよね。打ちのボール打っていった。ホームへ。サードランナー。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりも、まずは低めのストレート打った。送球する。一塁はセーフ。神試合、高井さん3打席目決めろ。高井雄平高井雄平、さよなら。あざした。高井雄平先輩最高です。あざした。